俺たちのジャパンへようこそ。東京23区と同じくらいの面積しかなく、人口も570万人くらいの小さな国シンガポール。でも世界経済フォーラムが2018年に発表した世界競争力報告では、世界で最も安全な国として第2位にランク付けされています。ちなみに1位はフィンランドで、日本は10位となっています。今回の主人公は、自分の国の治安の良さに自信を持つシンガポール女性。彼女は中国やイギリスへの旅行で海外の治安の悪さに失望するのですが、友人に誘われて日本にやってきます。そこで彼女はどんな経験をすることになるのでしょうか。私の名はメイリン。もうすぐ30歳になる中国系のシンガポール女性よ。シンガポールの人たちはバイリンガルが多いの。私も英語と中国語が話せるわ。もちろん英語の方が得意だけどね。シンガポールはとても治安のいい国。そりゃ治安の良くない地区もあるけど、そこにさえ近づかなければ全然大丈夫。少なくとも私はこれまでスリや置き引きなどに遭ったことがないの。だから持ち物が盗まれる心配なんて全くしないで暮らしてきた。でもね、外国ではそんな態度は通用しない。海外旅行をした時思い知ったわ。例えば友達と2人で中国へ旅行した時のこと。中国は祖先の母国だし、その歴史と文化にも興味があったから、北京への旅行はとても楽しみだったの。特に故宮博物院、つまり紫禁城の観光が楽しみだった。でも紫禁城へ向かうため、混雑した地下鉄に乗った時、事件が起こったのよ。私は小さめのバッグに貴重品を入れ、肩から下げていた。もちろんちゃんとファスナーを閉めていたよ。だけど正直そんなに注意を払っていなかった。目的の駅に着いて車両から降りたら、友達がバッグのファスナーが開いてるよって言うの。中身を確認したら、なんと財布がすられていたのよ。一体いつの間に。電車が混んでいて、確かに時々人とぶつかったわ。そのことに気を取られている隙にファスナーを開けられ、財布をすられたのかしら。幸い財布には現金しか入ってなかったし、取られたお金は大した金額ではなかった。だけどこんなこと初めてだったから、ショックは相当なものだったわ。その後訪れた紫禁城は雄大で素晴らしかったけど、気持ちは落ち込んだまま。せっかくの旅行が台無しだよね。ただね、中国は最近になってやっと経済発展した国だから、途上国みたいなところもあるのかなって考えることで、なんとか自分を納得させたの。でも先進国なら治安がいいっていう考えも間違いよね。それはイギリス旅行で思い知ったわ。イギリスも好きな国だし、観光名所もいっぱいあるから、いつもの友達と2人で初めの2日間はとても楽しかった。3日目はまずバッキンガム宮殿で11時30分から始まる衛兵交代の儀式を見ようってことになったの。それで朝の10時くらいにセントジェームスパークへ行って、そこで儀式が始まるまで待つことにしたの。この公園はバッキンガム宮殿の近くにあるんだ。中国での一件があったから、もちろん私は肩から下げたバッグに注意してた。でもこの公園では周りにいる人たちはくつろいでいるし、ベンチに座っている私たちのすぐ近くまでリスが寄ってくるのよ。こんなのんびりした雰囲気に私もつい気が緩んでしまって、バッグを肩から下ろし自分の脇に置いてしまったの。そうしておしゃべりをしていると、携帯で衛兵交代のことを調べていた友達がこう言うんだ。ベストポジションで儀式を見るには1時間くらい早めにバッキンガム宮殿前へ行かないといけないらしいよって。時計を見るともう11時少し前。
そこで慌ててバッキンガム宮殿へ行くことにしたんだけど、それがまずかった。バッグのことを完全に忘れてしまったのよ。衛兵交代の儀式が始まるのを待っているうちに、バッグのことに気づいた。まだ10分ほどしか経ってないから、無事かも、と期待したわ。でもダメだった。公園のベンチには何も残っていなかったの。ただ、携帯は手に持っていたし、パスポートはホテルのセーフティーボックスに入れておいたし、クレジットカードはすぐに利用停止にしてもらったから、今度も被害はそれほどでもなかった。でもね、中国、イギリスと続けてこんな目に遭うと、外国への信頼がどんどん失われるわ。もうあんまり海外へ行きたくないなと思うほどになったの。だからそれから2年くらいは友達から海外旅行に誘われても断っていた。でも日本が大好きな友達が何度も、日本はいいとこだよ、日本食は美味しいよって言うもんだから、私もついその気になったんだ。もちろん過去2回の教訓から、今度の旅行では貴重品を入れるボディバッグをできるだけ前にして肌身離さず持つことにした。常に警戒心を持って日本を旅するつもりだったわけ。ところがね、空港に着いた時から日本は中国やイギリスとは違ったの。カウンターで手続きをしている日本人は荷物を足元に置いたまま全然注意を払っていない。ロビーで出発待ちの人たちも、自分が座っている椅子の隣に荷物を置いたまま携帯に夢中になっている。こんなに無防備で荷物を取られないの？って不思議に思ったわ。この不思議な気持ちは東京滞在中にどんどん膨らんでいった。混雑する電車の中でもリュックを前に持たず背にしたままの人がいる。しかもファスナーが開いている人さえいる。女性が肩から下げているバッグもファスナーが開いていたり、そもそもファスナーがついていないものもある。もっと驚いたのはショッピングモールのフードコート。だって荷物を椅子に置いたまま席を外している人が何人かいたんだもの。彼らは多分各店舗に注文しに行っているんだろうけど、その間に荷物を盗まれないの？こんなことはいくら治安のいいシンガポールでもありえないわ。せいぜい購入したドリンクやティッシュペーパーを置いておくぐらいだわ。やっぱり日本は中国やヨーロッパとは違うのかな。シンガポール以上にスリや置き引きの少ない安全な国なのかな。そう思うものの、まだ信じきれない自分がいた。こんな半信半疑の私に、日本の治安の良さを思い知らせる出来事が起こったのよ。きっかけは友達が、近くの高級ホテルで期間限定のスイーツバイキングをやっているみたいだよ、ちょっと値段は高いけど明日行ってみない？って言ったこと。日本のスイーツは美味しいことで有名だから、この提案を断れる女子っている？絶対行こうって即答よ。次の日、その高級ホテルへ。ホテルの人に案内されるままにレストランへ行き、そこで昼過ぎから90分間スイーツを堪能したわ。甘いものをお腹いっぱい食べる、これ以上の幸せってあるかしら。帰る時、友達が会計を済ませてくれた。それで私たちはロビーにあるソファに腰掛け、お金の精算、つまり私がバッグから財布を取り出し、自分の分のお金を彼女に払ったんだ。ロビーで一息ついた私たちは、腹ごなしも兼ねて近くのデパートをぶらつくことにしたの。特に何か買うつもりはなかったんだよ。だけどとっても可愛いイヤリングと出会ってしまった。値段もお手頃だったから買おうと思った。ところがなのよ、ボディバッグの中を探したんだけど財布が見つからないの。焦ったわ。今日財布を出したのは高級ホテルのロビーだけだから、落としたとしたらあそこしかない。もうあれから2時間くらい経っている。急いでホテルに戻って財布を探したけど
やっぱり見つからない。ああ、日本人も平気で盗むのか。もう財布もお金も戻ってこないよね。そう思うと自分でも顔面蒼白になっていくのが分かったわ。だって日本では現金を使うことが多いから、財布には結構な額のお金を入れていたから。混乱していたけど、念のためフロントに、ロビーに財布を落としたみたいなんですけどって聞いてみたの。そしたらフロントの女性は、どんなお財布で中には何が入っていましたかって私に尋ねるの。私は記憶を頼りに正直に答えたわ。すると彼女は、こちらのお財布ですねって言って私の財布を出してくれたの。財布を受け取るなり震える手で中身を確認したわ。だけど1円だって手をつけられちゃいなかった。ほっとしたわ。どうしてここにって独り言みたいに言ったら、彼女は、2時間ほど前男性のお客様が落とし物ですってこちらに届けてくださったんですと言う。その言葉に本当にびっくりしたわ。繰り返しになるけど、財布に入っていた現金はかなりの額だったのよ。それなのに日本の人はお金を盗むどころか、わざわざフロントに届けてくれるんだ。それくらい安心できる国なんだ。しかも2時間前って言ったら、私が財布落としてすぐのことよね。日本の治安の良さって一体何なの？そう思うと、これまで目にしてきた日本の人たちの無防備な態度にも納得がいったわ。バッグのファスナーが開いていても、フードコートで荷物を置きっぱなしにしても全然大丈夫なんだね。日本はシンガポールなんか全然及ばないくらい安全な国なんだね。私は心からそう思えるようになった。だから残りの数日間、シンガポールにいるより安心して旅行を楽しむことができたわ。ちなみに財布を返してもらえたのは、私が財布の形状と中身について正しく言えたからだけじゃないよ。ちゃんと防犯カメラの映像で2時間前に私たちがロビーにいたことも確認していたのよ。高級ホテルの対応に誤解があるといけないから一応言っておくね。日本中に自動販売機がたくさんあって、商品もお金も盗まれないんだよ。こんなこと日本以外でありえる？私はポーランドの女性で、日本に住んでいた時いつもスーパーを利用してた。ある日自転車のカゴにスマホを置き忘れたんだけど、30分後に戻ってきたらそのままだったのよ。電車で酔いつぶれている男性を見ると、日本の治安の良さを実感するよ。彼はそんな状態でも財布もスマホもバッグも盗まれないんだから。メイリーさん、財布がフロントに届けられていてよかったですね。また中国とイギリスでの経験で外国に不信感を持っていた彼女が、日本の治安の良さを実感してくれたことも、私たち日本人は素直に喜びたいですね。ただメイリンさんはシンガポールの治安の良さに自信を持っていましたが、日本人が観光客として訪れる場合には、やはりスリやひったくり、置き引きなどに注意が必要なようです。メイリンさんが驚いたように、日本人は無防備な人が多いし、しかもお金持ちっていうイメージが強いから、シンガポールの犯罪者にとって格好のターゲットとなるようです。私たちは国内での治安の良さを誇りに思うと同時に、海外では犯罪に巻き込まれないように注意したいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。